五条悟強すぎるだろ、に対するみんなの反応集。術式乱されるから馬鹿力がそもそも出せないでいいのかこいつの能力。とはいえ挙式なんかどうにもならないのでは。国領で陸眼持ちの術式をパリーして体術でヒット&アウェイして10分以上時間を稼ぐしかないミゲル。少なに隣にいること許されてる裏梅が一発 KO だというのにこいつときたら、呪力強化のフィジカルは術式関係ないだろうからシンプルにこいつも悟に耐えられるレベルの呪力ゴリラなんだと思う。五条と違って性格もいい。乙骨を任せるだけある。縄頼りで10分持たせたことにするには、肉弾戦で特急殺せる描写がノイズになる。他に頼れるメンバーもいたのにわざわざ怠慢で潰しにかかった時点で最大限の脅威として認識されてたんだよな。バーサス呪霊大戦争してる時にこいつの無知でパシパシ味方の術式潰されていくの想像すると結構ヤバいからな。乙骨ヤバいの分かっててもこっちほっとけないってなってるからな。五条悟にボコボコにされた雑魚。五条悟にボコボコにされて五体満足でいられるやつどんくらいいるのかなこの作品。呪力量がかなりバカでかいんだろうな。フィジギフじゃないのにフィジギフ並みの身体能力疑惑のある男。サンドバッグにされてたのに全然倒れないじゃんこいつ。呪力量が多ければどんな攻撃も低ダメージで抑えられる。日本が特別呪われてる場所だって設定なのに海外でこんな奴ととんでもない縄が生まれてるのなんなんだよ。生まれて数年で化け物になる日本術式に比べてちゃんと数十年かける必要あるし。おばあちゃんの髪すごい。五条悟相手に時間稼ぎしかできなかった男。賢弱じゃない頃の下等が直々に時間稼ぎ役にしたってだけでこいつがどれだけの実力者なのかよくわかる。こいつパパクロより強い。覚醒五条に瞬殺されてたんで実中ハック敗。デバフ最大限かけた五条に負けたパパクロとブチ切れで一刻も惜しい状態の五条に五体満足で足止め続けたこいつじゃな。パパクロは本来正面からやり合うタイプではないから、事前に相手のこと調べてメタ張る前提ならパパ勝つと思うし真正面から用意どんなら多分ミゲルが勝つ。作者公認で強いと言われるだけはある。ガチで急いでる五条相手に五体満足で生き延びただけなのに。天の坂鉾は術式の強制解除でこいつの国情は術式を乱すで量産できるミニ坂鉾みたいなもんなん。単独で呪術界隈をどうにでもできる力があって少なにも対抗できるのが現在の悟だからな。足止め成功するだろうし死なないだろと太鼓判押されたミゲルはどんだけ評価されてるんだよってレベルになる。まず CV が強い。賢弱より強いんじゃない、強いというか耐久値が高いというか。まあどんだけ防御あったところで紐がないとあっという間に死ぬから半分は紐のおかげだ。所詮は術式乱れた悟相手だから十数分ボコられても死ななかっただけだし、いやクソ強いなどうなってんだ。他の奴が紐持っただけで10分持つかと言われたら。縄なんて最初の数分で半分以下になってるからその後の10分は縄に頼って時間稼いでるわけじゃないよ。街中なのでバカ火力は使われてないにしても生徒に手を出されてマジギレなのは本当なんだよな。こいつが今悟助けに来るかというと悟嫌いだから封印されてる間にこれ幸いとトンズラこいてると思う。覚醒五条とまともに戦えてるのが少ない外だとこいつだけ。五条のパンチが基本一撃でノックアウトして反転して2周くらい経つのにまだ痛いとかいう代物なのに、こいつそれを何十発も食らってるからな。下等がリカちゃん完全体を欲しがったのがややなぞ。下等が強くなるにはあれ一択だろ。完全権限状態で暴走すると悟でも死を覚悟するレベルだから。国上で五条悟の肉体にダメージ与えてるから作中でも上積み。どのくらい強いかはわからんけど強いのは確かだよね。早く本編に来い逃げる。このままふるさとで乙骨のコーチングだけしてるのが一番こいつのためになりそうではある。そもそも五条に義理があるわけでもないし、こいつ格が落ちるどころがどんどん高くなっていきやがる。悟の攻撃でかすり傷程度で大きく負傷した様子もないのがな。五条悟相手にヒット&アウェイできるって絶対アニメ G とか直屋より早いだろ。そりゃあ悟もこいつ面白い。ってなるよな。作者直々に強いと断言された男だ。フィジカルが違う。まあそもそもバカ目隠しは見れる以上の人間に会ったことないだろ多分。いくらなんでも硬すぎんだろこいつ。こいつ無視してたら下手したら渋谷組が全滅してた可能性もある。片言でしか喋れなくなる代わりに呪力が使える状態でフィジカルギフテッドを得る天与呪縛なんだ。チートじゃねえか。海外って術師も呪霊も少ないのに制作工程がめちゃくちゃ手間のかかる縄なんて生まれるんだよ。全体で少ないだけで一部地方で根強いってパターンはありえるから。少ないからこそ体術仕様に縄作ってるんじゃない。縄自体は全然殺意ないしかなり優しい武装。ふるさとの術師らちって拷問して作り方吐かせて日本で量産しろ。頭呪術師かよ。まあ国情なかったらさすがにもっとすぐボコられるか領域で負けなんだろうけど国情あれば本気の五条相手に真っ向から足止めできる時点でやばいよな。
何十年単位で編まれたものだから十分な性能だけど、これを時間さえかければ作れるってのはすごすぎる。長さをあそこまでにしなければ数年で作れそうではある。ミゲルの髪の毛むちある限り術式どころか領域や極の番の発動を不意打ちで無効化される可能性あるし、バカ目隠し以外だとあんなに消耗しないっぽいので。放置するには危険すぎる。身体能力なんかおかしいし。悟るの相手正面からすんな。ちょっとノルマ増やしてんじゃねえよ。胴体ぶち抜かれて生還とかじゃなくて単純に傷が浅すぎる。悟るからしたらみんなにはミゲルくらい強くなってほしいよね。無茶言うな。五条が活躍すると相対的にこいつの強さも上がっていくのが面白すぎる。なんか呪術じゃないけど似たようなキャラどっかで見たな。最初のセリフからして特級術師相手でものらりくらり遊ぶくらいの自信があるのは確定だしな。作中のほとんどの登場人物が1秒稼ぐのも辛そうなやつ相手にあそこまで粘ったのやばすぎるよ。というか五条以下の相手ならわざわざ縄使わんで殴り倒せるだろ。逃げる呪力パワーで防御だけ強い攻撃かすってシステムの作品じゃないし、獲物が縄の時点である程度どころか化け物みたいな身体能力と体さばきが担保される。この映画から呪術に入ったから初見この人ボコられてるなと思いました。今見るとなんでボコられることができるんだって気持ちでいっぱいです。強すぎて海外追放されてる男、数十発受けてなんで大した怪我すらしてないんですかね。術式なしとはいえ五条の呪力パンチ数十発食らってなんで五体満足なんだよこいつ。大抵は青か今のはやばかったで済ませる男。よく見たら顔がすりむけてる。無傷ならむしろそういう術式かなとか思うけど、下手に傷ついてるせいで元の硬さが頭おかしいことが証明されてしまった。うまく致命傷を避けるタイプの術師かと思ったらゴリッゴリのフィジカルタイプだった。五条でさえ術式を乱される黒縄を体に巻いてるから、もしも術式で耐えてるならそれはそれでヤバいのではってなるのバグだろ。形は違えど少ない相手にも同じことできそうこいつ。8、わお、風が、今のは危なかった。福間水氏、死んだらたたるぞ五条。来ない理由五条悟ると関わるのはもうごめんだ。ミゲルが頑張ってる裏で下等は感動したとかやってたのか、もうちょっと急いでやれよ。なんなら最後に渦巻き使う瞬間までめちゃくちゃなめくしてるからな。いきなり呪い込めすぎたらダメだよとか需要まがいなことしてるし、縄使ってるせいでカチカチ術式でダメージ軽減してるとかの言い訳すら通らないの笑う。今のはヤバかったじゃないんだよ、耐えてるお前がヤバいんだよ。わお、とかコメディチックなリアクションするからこっちの判断も乱されるんだよ。ミゲルの任務は完遂したわけだから実質五条悟に勝利した男と言える。五条がボコりながらなんでこいつ死なないんだみたいな顔してるのじわる。首蹴りは素で食らってんのが怖えよ。こんだけ重点的に頭や首周辺滅多打ちにされてるのに脳震盪も起こさんとか、菅頑丈呪力強化はしっかり行ってるとしても破格すぎるだろほんと。話が進むにつれて人材になる男。火山、だって君弱いもん。うらうら、誰だよてめえは。ミゲル、面倒くさそうな奴がいるな。ミゲル強さこすりはまあネタとしても、ミゲルほっといたら仲間みんなこいつにやられると五条に思わせたのは純然たる事実ですからね。ミゲルいなかったら速攻下等のとこまですっ飛んでたでしょうからね。五条先生の障害物になる時点でもう強い。ほとんどの奴らは何の足しにもならないもん。こいつなら他の奴に任せても大丈夫っしょっていう変な信頼というか悪癖がある五条が真っ先に自ら言った時点で大概。ぶっちゃけフィジギフの上位互換だよね。パパ黒巻も五条にこんなにボコられたら死ぬと思うし。黒縄でパリーされたせいで五条の呪力操作が乱れて打撃の火力もデバフされてた説とか色々考えたけど、やっぱりボビーオロゴンの防御力がおかしいわ。そもそも原子レベルで操作必要な無加減使ってる陸眼持ちだから呪力操作にミスはありえないっていう。下等はほんとどこでこいつ見つけたんだ。一般人同士の喧嘩の方がまだ怪我してるわって考えると硬さが異常すぎる。乙骨と海外任務の時も乙骨の狩猟相手になってそう。極上は術式を乱すのであって呪力操作を乱すわけではないでしょ。ただ五条は普段無加減パンチを打ってるから術式乱されて普通のパンチになってた可能性は、いやあいつミゲルとの戦闘中にバリバリ術式使ってたな。同志として下等と肩を並べ、戦場で五条をただ一人で引きつけ、未熟な乙骨の後見人となり育てた男。二次創作の売り主でも普通ここまで盛らねえよ。五条の強さが盛られるたび永遠に再評価され続ける男。いくら乙骨の才能が頭抜けてようと五条の教師的性のなさが露呈してしまったから指導力方面でも再評価されつつあるのおかしいだろ。ミゲル、お前は何を持ち得ないのだ。下等から全幅の信頼を寄せられ、ミゲルも下等のことを王にしたいくらいには気に入っていた。二人の出会いを外伝とかでやってほしいよ。本編前日談のちょい役です。攻撃力方面をヘナチョコにするくらいしかナーフの仕様がない男。
過去編で五条と下等の親友関係が念押しされればされるほど株上がり続けるよ。かつての親友が可愛い生徒たちを害してて本気なんだよねとか目向いてた先生を止め続けたんだ。乙骨が領域習得した時期的に見れるが結界術の指導した可能性があるよね。そうか、乙骨の師匠的存在でもあるのか、虎杖のそれが東堂であるように。作者は強いくらいしか教えてくれないからね。むしろ説明すればするほど整合性がおかしなことになるから何も言いたくないんじゃと思ったりする。五条は手加減を考える状況ではない。五条は近接戦でも無類の強さ。五条の実力を知ってる下等が足止めを頼む。強すぎる。あの状態の五条相手に同じように耐えられる奴って他にいるのかな。特級連中くらいか。ご視聴ありがとうございました。高評価コメントよろしくお願いします。